クエアエニックスにおいて最初に携われた作品というのは何になるんでしょうか。最初は MMORPG のリプスファンタジアっていうもののタイトルのアシスタントプロデューサーから入ってました、ね、はい、当時そのオンラインゲームがすごい走りで、はい、ドラゴンクエストウォークのプロデューサーの柴高正さんって人がいるんですけど、はい、その人のアシスタントについて1年半ぐらいやってた。その後は、はい、いただきストリートっていうタイトルをやらせていただいて、はい、会社が合併したんですよ、はい、スクエアとエニックスが、はい、なんでドラゴンクエストとファイナルファンタジーの一緒に入ったゲームを作ろうってなって、はい、ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーインいただきストリートスペシャルっていうのアシスタントを最初やってました。買いました。あ、本当ですか。いやもうだって衝撃でしたから。そう、FF のチームの人と会うじゃないですか、はい、あ、スクエアの人たちだみたいな、はいはい、で堀井さんとかと仕事するのも初めてだったので、はい、堀井さんだ、杉山先生だとか、はい、なんかそんな感じですごい勉強させてもらったなっていう記憶ですよね。こういう感じでゲーム開発されてんだとか、はあの、そうですね、だから川津さんとかともその時もお会いしてんですよね、はい、SaGA の FF の何かやられてたんだとの監修で多分ご相談に行ったりとか、はい、だからすごいなんでしょうね、いただきストリートは結構やっぱりきっかけになったタイトルかもしれないですね。音楽だと杉山先生と上松信夫さんだったりとか、はい、でそれぞれの方とご相談させてもらってましたね、なんか当時は。まだ23とか4とかね。はあ、そうやったんですね。そうそう、いや、あれ面白かったですよね、すごいね。いや、衝撃ですよ、ドラクエと FF が一緒になっていたストってなりましたから。そうあれね、すごかったですね、あれは。いいチャンスっていうか、はい、いい仕事に巡り合えたなと思って。それ以降、SaGA シリーズの担当されて、それ以降はね、いろいろやってるんですよ、はい、なんかあのシューティングゲーム作ったりとか、実用的なゲームとか作ったりとかしてて、で結局なんかそこでいろいろやってたことが今こういうなんかそのゲームとちょっと違うことだったりとかみたいな、はい、コラボレーションとかにつながってると言ってるか、なんかそんな感じなんですかね。